今日も4枚分作りますので強力粉 500g だそうです。針がね、これ見えないっていうのは微妙だね。もうちょっと薄力粉が100g、もうちょっと多くなった。はい、ドライイーストが2枚分だから 10g。 今615でしょ。せっかくなので風体的に使えばいいんです。さすがにちょっとこれよくわかんないね。塩 6g、 塩 6g だよと。さあ軽く混ぜましょう。2回っていうことは4枚だから1枚、週に2回は食べるでしょうかな。1回で食べる量は私の場合1枚ですからね。まあこんなもんでしょう。オリーブオイルが大のに、ミラノ風はオリーブオイル入れないっつうよね。なんかね、何風とかよくわかんないですけど、300ですよ。OK。 なぜなぜしましょうね。なんかね、本格的なピザの生地のシェフがやるやつなんかいると、ちょっとずつ少しずつこねながら水を足していくみたいなことやつ、まあ、いいんじゃないですか。というよりももうスケールいいんじゃねえかやっても力作業ですな、この辺は。だいぶ来たんじゃないですか。いや本当にあの餅とか練るつくつくいいかもしれないね。こんだけの量あるとしたらきついよ。だいぶ滑らかになってきた。なんで銀というか、ちょっと大きくなるかね。濡れ布巾っていうかキッチンペーパーなんですけど、一時発酵でございますよ。さあ一時発酵2時間ほど、じゃあ寝かせましょうね。さあ2時間経ちましたと。わお、わお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 、バッツリ膨らみましたよ。もっと、でかい、ふわふわ、ふわふわだよ。うい、伸ばしましょうか生地を。ではガス抜きいきましょう。はい、ガス抜き綿棒、心
俺ほんと話早くていいんだよね。ないよ。四等分にしまして、重さ測っちゃいましょう。カード250とかか。猫いないから。いない。はい、二次発酵、無数発酵でございます。この前より玉大きいかな。大きいような気がするんだけど。さあ、二次発酵ですよ。30分ですか。はい、20分経ちましたよと。はい、と取れました。さあ、ではこう、さあ、この2つは冷凍保存します。オリーブオイル結構時間かかるんだよな。もうさあ、表面にオリーブオイルを、なんつうの、乾燥防止なんでしょうね、これ。理屈はよくわかんないですけど。ラップをしましてジップロック的な袋に入れますよと。はい、2つ、これ冷凍保存します。さあ、で、一つは今日食べますよと。でもう一つは2、3日後。一応さ、前回もさ、なんだっけ、なんか、あ、くっつくねみたいなことやってたけど、しょうがないよね、布巾がねえからさ。で、これは冷蔵保存ですよと。 OK。やりましょうか。さあ、テーブルをオーブンシートだよと。ピザソース、ザレだもん、ザレだと。玉ねぎ、おい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 と。ブラックオリーブ、ちょっと汁気多いな。あ、違う、順番が違うぞ。その前にさ、トメートが、トメート、トメート2個、トメート2個だよ。で、ブラック
ベイクロース。本当これいいアクセントだよね。ウィンナー、ハーブウィンナー。ニンニク。いいんじゃない？オッケー。余熱待ちですよと。そう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 。うい。来ましたよ。うぃー、カリカリのジュージュー。うぃー、こっちか。うん、あだだだだ、あだだだ、わあ、こんがりきてる。こんがり焼いた方がいいね。あだ、ああニンニクを上にしてカリッと焼くといいね。うん、いい感じ。ピクルスの風味も最高だ。これはもう安定のうまさだね。うまい。ニンニクが最高だ。あ、落ちた。最高。うん、やった。ごちそうさまでした。砂の粒ほどに